前科三番893番ちょいき太郎です。本日のお話は詩人逮捕系 YouTuber 相次ぐ逮捕というお話です。ガッツチャンネルの中島容疑者が逮捕されたということなんですが、この件に関しては私サブチャンネルとかでもお話ししてますし、概要は皆さんもう知ってると思います。でちょっと私は違う角度からお話ししたいと思います。今回逮捕容疑っていうのは痴漢撲滅とかそういったことではなくて、薬物シャブポンの方のそっちですの取締り法、私はケミカル剤取締り法って、これね正式名称いくと広告つかないんでね、いけないんであれなんですけど、なぜかこういう話でもつかないということがあって、これ分かりやすく隠語で隠して言ってますけど、それのことなんですよ。それの強さなんですよ。私ちょっと勘違いしてまして、もういろんなこのハメ呼び出してハメるっていうことなんですけど、女性を装っていわゆる決めセクしようよって言って呼び出して、相手が来てもうこれ持ってきてるっていうことだから警察に通報して逮捕、当然この呼ばれた方は逮捕されてるわけですよ。でこれがこのことがダメだっていうことです。私別件のことで相談されて、被害者のその方はその同じようなことしてされて呼ばれて警察呼ばれたんですけど、その方は物を持ってないんで当然釈放されてます。このことのことを私は9月の時点から相談を受けてたんです、いろいろな形で。だから私は言えなかったんですよ。だからまずいよって言ってたんですよ。まずいよこういうことやってる、このことにはコロアキ君も一緒に行ってカメラを撮ってるわけですよ、コロアキ容疑者も。だから私はまずいですよ、まずいですよっていうことを私なりに言ってたつもりなんですよ。だから話がもしあれだったら連絡してきてって言ってたわけですよ。私はこの、段階だったらまだどうにかできるからっていう意味です。でも相談されてる以上は全部のことを言えないですね。これこれこうなってるからこうなってって、もう警察にも届けを出してるわけですから、その状態で私が全部言えるわけないじゃないですか。なのにコロアキ君は勘違いして私のそういうイベントに来ちゃった、もうどうしようもないじゃん。その手前だったらこのことでこういう風になってるから相手に謝るとかこうだとか謝罪するとかっていう方法をすれば違うんじゃないのっていう、おそらく私はこの件も立件されるんじゃないか。そうなれば当然中島容疑者も再逮捕され、コロアキ容疑者も再逮捕される、一つずつ罪が、でもこのことは話せばどうにかなるんじゃないかって私は思ってたっていうことです。ただこの件がまだ逮捕起訴されてるわけじゃないんで言えませんけど、これは間違いない話なんです。なので私はそう言って、でもその時にね、そうだからって優しくかけれますか。だから公で言ってるってことは内々で私はできなかったんですよ。これを内々でやったらずるじゃないですか。でもこうやって私のところに行ってきて連絡してきて YouTube 上でそこで絡んで話して、実はねならいいけど、最初から君こうなってるからってそれをやる義理は私にはないですよねって話です。だから割と分かって言ってて、じゃあもうこうなったらお話しする段階かなっていう風になってますけど、こういうことなんですよ。で今回ここからですよ、なんか私のことだけ話して申し訳ないんですけど、こっからが重要なことなんですよ。中島さんにしても、まあコロアキ君は別としても、なぜ中島容疑者が逮捕されたかっていうのは、おそらく痴漢のことだけやってればここまで大きくならなかったと思います。いわゆる違法薬物に対してこういう風にしたっていうことは、本人は撲滅って言ってる分はいいですよ。実際に売り買いしてるところをこういう風にしたっていうのは、いろいろな問題が起きます。おそらくこの薬物を、これを販売牛耳る元っていうのは日本の暴力団ではないです。もうそこに日本の暴力団は力がないと思います。元は海外のマフィアやギャングだと思います。そこが何らかの形で日本に上陸させています。もう少し前だと空港で何でって捕まったことがありますけど、今までで一番の観光旅行者が来てるわけですよ。全部調べれるわけないじゃないですか。ものすごい勢いで物が入ってると思います。で物が入ってるっていうことは、なぜかって言ったら、少し前だと高くなったものどうのこうの、もう私のとこにも入ってきません、そういう情報は。変な話、ここまで5年も6年もくっちゃべってると、もうそういう情報は入らないです、正直言って。私も聞きに行きませんしね、そんなこと。今いくらぐらいなの、どこが高いのなんて話は、最初の頃はなんとなく情報も入ったんだけど、 DM とかでもうそんなことないです、もうわからないです。でもどうやって見てると、日本の暴力団の方たちが捕まったりどうのこうのって聞くけど、それは末端であって、もう直で何キロ単位で、それでも末端仲卸程度で、もともとやってる海外からのギャング組織マフィア組織だとしたら、日本は美味しい市場なので、そんな妨害されたら困る。あるい
は警察もそんなことは一般人がやったら命に関わる問題だというふうになると思います。まあ今回の海外での戦争、紛争、そういうのを見ても、いかに海外のそういった集団が暴力性があって攻撃性があるかって皆さんわかりますよね。その人たちが日本に来て、あ、こいつら本当邪魔くせえなって言ったらどうにもならないですよ。私たちの時だと、そのいわゆるイランの国の人たちが日本に来て、この上野で最初はテレホンカードを売ったりどうこうとか、そんなことをやってた偽造テレカ、それから薬物っていう風になって、多分もう力関係は逆転してると思います。もうそちらの勢力の方が強いんだと思います。もういわゆる一般人が麻薬ビジネスを妨害するようなことは、これを横行して面白いぞってなった時にとんでもない混乱が起こるんじゃないかっていうことで、警察もストップをかけるっていう形にしたんじゃないのかなっていう風に思います。だってどういう形で言ったって、日本のところで武器弾薬がどうこうできるが別としてですよ、ハマスのメンバーが5人、モサドのメンバーが2人で多分日本の暴力団壊滅すると思いますよ。ハマスのメンバーだと5人ぐらいで多分半日1日でも、モサドの人たちだったら多分2人で1日で全ての暴力団が殲滅できると思いますよ。はい、もうそれぐらいだって日本の暴力団の人スキルがないですもん。そんなのやってないですもん。おそらくもう終わって半日かからないと思います、これは。でもそんなことに、だからそこですよ、そこが今ゆるゆると。だって絶対に薬物がゼロにはできないですよ。私はもう一個懸念してるのは、このケミカル剤の方の売れ行きが下がってるっていうことは何かって言ったら、今若者は要するにオーガニック、葉っぱの方ですよね。そっち、それって自家栽培ができるから勝手になんかもう今大学生とかもいろいろやってるような状態じゃないですか。これは海外市場から見たら許しがたし、なのでここは日本に法規制が入ってくのはラッキーですよ。使用がダメっていうことになると、やっぱりそれは流通が少なくなれば、それに代わるものどうせ危険な ならですよ、どうせダメなら重い方ですよね。今は葉っぱの方が使用がないから広がってるわけじゃないですか。でもどうせあかんのだったらそっちになりませんか。多分ここが正気なんですよ。要するにオーガニック剤、オーガニックの葉っぱ、自然由来のものを規制するときがチャンスで、一気に物流量が入ると思うんですね。値段もね、同じぐらいの単価だったらってなっちゃいますから、やっぱりそういうことをもう懸念してるんじゃないかな。結局その本人たちはそんなこと思わないで、世の中のため薬物撲滅って言うけど、薬物撲滅がきっちり日本の警察も分かってて完全に根絶やしにできないっていうのは、そういったような国際的な犯罪グループと密接な関係があって、向こうは絶対にゼロにはしない。だって人間が入ってくる以上もう水際で止めれない。体内にでもどんなことしても隠してでも、今ものすごい精巧なやり方で違法薬物を持ってくるっていう方法なんですよ。粉末に溶かし水溶性にし、それをまた国内で生成し直すっていうことがもうやれるようになってるんで、わからないんですよ何に入ってきてるか。そんなビニール袋に入れてわかりやすく持ってくるような状況じゃないんですよね。だからどうやったって止めれないっていう形になってる中で、そこがもうある程度折り合いをつけていかなきゃいけない。日本だけがもう麻薬とは関係ないっていう風にはならない。海外のそういったカルテルや組織っていうのは強大である。もう国の政府の意向も変えるぐらいなところがあるわけですから、そこと、もうこれがそんな風に、まあ大げさな話ですけど、そういう風になりかねないようなっていうふうに私は思うんですよね。まあちょっとね、これは飛躍してますけど、そういう見方もあるのかなというお話です。以上です。はい、みんなのアイドルチョエキ太郎から報告があるよ。極道パラダイス第1巻発売中です。そしてなんと待望の大阪の皆さん、ありがとうございます。12月14日に大阪でイベントがあります。ただしまだ詳細は決まってません。12月14日大阪のロフトでやります。はい、南ですよね、添門町ですね、添門町でやります。時間だけ空けといてください。細かいやる内容とかね、どうこうはまた後日やります。とにかく時間だけ空けといてください。もう一番ね、大阪のファンの方がね、チョエキ太郎に温かい一番多いファン、ここでどうしてもやりたい、よろしくお願いします。細かいことはまた追って説明しますので、時間だけ空けといてください。以上です。